んであの時あんなこと言っちゃったんかなとかさ、ええ、なんでそれを今思い出すんかなとかさ、うん、まあ、まあ人生ってのはそういうこと連続じゃないですか。そうだね、わかる。ややトゥーレって いるじゃない、いたじゃない。ああ、いますね、いますね。シティだっけね、ボランチ、うんうん、はいはい、あのゲームとかでも強いんですよ。ああ、そうなんだ。この間ゲームの大会でさ、うん、実況やってて、ああややトゥーレ使ってる人がいたね。頭の上に英語でトゥーレややって書いてあるんだけど、うんうん、一日中それを見てたわけ、うん、それ使ってる人強いから勝ち残って、でさ、うん、ベン・メイブリーさんが実況、アボが実況で解説ベンさんだったんだけどさ、あ、はいはい、もうなんかわかんないけどトゥーレややTURE、うん、TOURE ややわいえわいえトゥーレややうん、疲れてたんだろうね。うん、ペイさんもう東洋タイヤに見えてしょうがないんですよね。そら、イギリス人とベンさんが爆笑してましたね。確かにね、確かにね。先生、はい、なんで言ったんですか俺それ。なんで今話したんだ本当に。冒頭に運使ってまた疲れちゃったから言っちゃったんでね。どうしよう、見えてきちゃったよね、入ってきちゃったよね。いやもう言いたくなっちゃうよね、それはね。まあバイリンガルのペイさんがね、あ、うん、もうそう思うのかな、ちょっとなだったら、それで爆笑する感覚もすごいなと思っちゃってね、逆に、確かに ね、そうだね。ね、っていうことでございます。何の話。いや先生、あの収録お疲れ様でございました、はい、お疲れ様でした。これ2月14日火曜日、水曜日に出てますね、お昼出てると思いますけどね、はい、もうあのマンデーライブ終わりですから、火曜収録っていうのはお昼に今撮ってますとですね、13日の、先生とね、お疲れしたーっつって寝て起きたら先生なんですよこれ。もう一回そうだね、これはもうお互い様ですけども。サブチャンネルもう一回撮れっていう方が不自然ですよねこれね。撮ったばっかりだもんね、さっきね。まだニュースないからね。本当多分ね、これ聞く人だったら火曜夜のね、川崎戦を受けてとかの方が本当はいいのかもしれないけど、そうか、本当だったらね、うん、まあそれはまたちょっとね、はい、またやりたい、ね、お昼と例えば1日遅れみたいな感じだと思っていただいたらっていうことで、そうだね、情報はね、うん、ということで今日撮ってもらったさ、ミロアカ本編、うん、もう出てんのかな、今日の夜出るのか、まだ出てないと思う、ね、センターフォワード編かな、番付最近やってもらってる新森保ジャパン番付、はい、そのセンターフォワード編をね、これから出るんですけども、うんうん、それが面白かったですけど、やっぱその中にいた若手陣ね、うん、あのその5年後とかさ、うん、やっぱりミロアカ始まった時にそのコパアメリカがあって、上田綺世君っていうね、法政大学の子が入ってきて、うん、なんでこの子を必要に使うかねというような意見もある中、うん、今や押しもされるもう大エースなわけじゃない、大エースというかもう日本の大黒柱としても期待されてるわけでしょ、うん、ということは、うん、5年後の大黒柱は今植林されてるってことですよね。そういうことですね。もちろん、あの苗としてはもう自分に育って今、うんうん、ね、肥沃な土に今刺されたとこでしょ。ね、そうだね。これはやっぱり何ですか、5年後逆算しますと、今上田綺世さん25歳だが20歳ぐらいということになりますと、そうだね、ボルシアメーヘンクラードバッハという土にぶっ刺されました福田師王先生、うん、19歳そうだね、アンデルレヒトというね、土にはね、うん、植林された苗木でございます、後藤圭介ちゃん18歳、うん、この2人が一株なんですか今のところは。そうじゃないですかね、一株なんですかこれね。そうだね、ただまだ他にもいるのよ。 あそういるの。だって変と U19 行ったの熊田直樹。ああそうか、なるほど。そうよ、彼だってどう考えたら注目かも。最近ベルギーのね、花壇からは出てきますからね。そうなんですよね、間違いなく点取ってくる。綾瀬さんだってやっぱりベルギーのね、大地からやっぱり身を成してオランダにね。そうですよ、そういうこと。果実を落としたみたいな、僕ずっと言ってきますよ今日この例え。、うんうん、まあだからね、はいはいはい、あとはね最近いいなっていうのが、はい、鹿島ユース、今だ鹿島のキャンプに今か参加してるんですけど、徳田誉れ選手。あ、徳田誉れ選手、はいはいはい、はい、うん、いそこで、あ、聞いたことあるってなってれば相当すごいけどね、先生にこうね、
でもお名前覚えやすいからね。確かにね。お顔はちょっとまだ分かってないかも分かんないです。ゆうまくんがほら、ちょうどというか、お怪我があったじゃないですか。はいはいはい。だから、鹿島サポーさんの中でも、このまま徳田くんそのポジションまで行ってくれぐらいな感じの。お前がね、お前がね、やってくれるね。サワックさんかな。これ、ちょっと時々プロレスラーっぽい物言いをするユーマの真似です。お前がね、やってくれて。俺、切れさせたら大したもんだよ。天竜とかそこら辺の話になってくるけども。長州ね。はい、長州ね。はい。なるほど。だからそのなんか徳田くんが結構ね、練習試合、プレシーズンマッチでも得点してるっていうところから、うん、だからこのままやっぱりね、進んでってくれたら面白いなとも思うし、ね、やっぱその徳田くん同様同じあれですよね、はい、この間のアンダー17ワールドカップ世代で言うんだったら、うん、やっぱ縄田岳くん。ああ、そうだ。いるね。楽しみだね。どこにぶっ刺さるかね。まず、ベルギーさんですかね。そうなんだよね。でも、だから今、ただ。向こうも探してるでしょ、だって。そう、ね。綾瀬ビジネスでだいぶ儲けたでしょ、ベルギーの。なんていうチームでしたか。ね、なんだっけね。サークルブルージュね。サークルブルージュもそうですよ、うん。確かにそうだわ。だと、そうだね、そういうとこもあれば、あと。サークル活動費だいぶ稼いだでしょ、アイスビジネスで。ね。飲み会もだいぶ行けるようになったでしょ。ね、居酒屋でね、一個上の確かにね。まあ、あと、もう一人はね、アンダー17ワールドカップで3試合連発って出した、高岡蓮斗くんなんてもいますけど、まあ、やっぱりちょっとデカめのフォワードの方が、やっぱ日本代表としてもこう収まるんじゃないかなってのはあったりするので。中継ポストプレイヤー。はい。もうそうだね。うん、やっぱり、それもできて自分でも点取れてっていう人で考えると、やっぱり後藤くん、熊田くんあたりってのは、どうしてもこうやっぱりね、うん、大活躍してもらわなきゃいけない逸材かなと思います、ね、やっぱもう圧倒的センターフォワードっていうのがね、圧倒的な人でこう争ってほしいとかありますよね。そうですからね、なんか国の政策でね、センターフォワード出てくるような、うん、よく言うじゃない、ベンチャーに補助金が出ると育つとかね。あるなんか映画に予算ぶっ込むと韓国映画育つとか、そういうので言うと、はい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 、センターフォワードどうしたいですか、国の制度。岸田総理は何したいですか、これは。ね、非課税にしますか、センターフォワードだけ。非課税。今年度の、センターフォワードに関しましては、非課税ということで、していただきたいと、思っております。総理総理、これは決定事項であります。総理総理って言われた。I'm sorry, yes, sorry. なんてね。言えるか全然似てねえし。国会の絵をね、見ていただいたら嬉しいんですけど、今ね。確かにね。あとはだから、まさにその、やっぱこう、はい、今ね、その若手組でも、ヨーロッパ行った潮くん、後藤くんもいれば、まだ高校生組のね、子たちは、あと、道脇くんなんかもそうだけど、はいはいはい、道脇、徳田、縄田、あとは高岡ってのもいるけど、うん、やっぱ大学組っていうところもいるよね。はあ、はあはあははあ、やっぱほら、アジア競技大会出てすぐにまたアメリカ遠征にも呼ばれたの、まだ1年生の筑波大の内野幸太郎とか。はい、ああ、はい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 。まあいい素材ですよね。ああ、そうだね。内野くんとかも186ありますからね。おお、十分だね。そうですよ。だ後藤&今出てこなくなっちゃった熊田くん、うんうんうん、あたりなんかも190クラスの選手たちですけど、内野くんだってそうだってところもありますから、いやー楽しい、一回閉じ込めよう、ブルーロックに全員閉じ込めようってね、コストコの地下かなんか作れない、コストコやっぱ街中ででっかいとこってコストコの地下とかで、夜中のコストコとか、ああなるほどな、うんうん、できるかあとね、またもう一人、すいません、はい、もう一人はあれですよ、やっぱ多くちょっと期待してるのは、マリノスにね、本当は2027の内定したって、塩貝健人くんっていう、はいはいはい、そう、国学院久我山から慶応に行って、慶応の1年目で関東大学リーグの3部でもういきなり得点を取った選手ですけど、塩貝健人さん、はい、結構、ね、塩に貝って書くんだよね、そう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 、はいはいはい、あのね、
結構プレイスタイル的にも第二の綾瀬感結構あるんですよ、あのまんま、パワフル感もありながら、あ、何でも器用にこなしつつ、そう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 、決定力もある、へー、うん、しかもその大学の初年度から結果残して、うん、もう早速もうプロに内定し、大学だから3年までの間に多分大学退部するでしょうからね、あらま、でプロ来ちゃうと思うから、へー、うん、そういうところもちょっと見て、あだ名ソルトでしょうね塩貝健人、塩だとソルトあるもんな、ソルトソルト、ね、でもなんか海外行ってもソルトって呼ばれた方がいい、ありえるかもしれない、ね、いいね、どんなか分かんない、適当に言ってますけど、ソルト、だから彼も180はありますから、うんうん、バランスもいいし、なるほど、まあ、対応できるところもいいんじゃないかと思うので、愛用は塩じゃこもありますよっていうことですねお後がよろしいよね、よろしいか井上さんに関しては死刑ということでお願いしますね。ソーリー、ソーリー、ソーリー、アイムソーリー、今こそアイムソーリー、終わっちゃった。コメディアンに厳しい国になっちゃったな。センターフォワードに優しい分ね、そっか。そこでバランス取るんかい真逆だったんだ実はこっちのせいだったんだね、ねー、だからね、ちょっとそのアンダー世代っていうんですか、パリオリンピック以下のところででも、何、細谷、藤尾、福田、後藤、熊田、はい、で今言った名前だったら高岡、縄田、徳田で、このうちの塩貝、これだけで10人いますからね。めちゃめちゃいるじゃないですか。やばいですね。で、どう考えたってこれからだってまたやってくるでしょ。そうですね。だと町野くんみたいなパターンもあるじゃないですか。いや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 、なんかその中にいるんですか、5年後のあのストライカーは。いや、いると思うよ。全然いると思うけど。あとのオリンピックはどこですか、ロスオリンピック。ロス。ロスは後藤くんと、だから、縄田、道脇、高岡、塩貝。本当にいるんだろうね。そうだね。センターフォワードだけでね。うん。縛っても。そうだね。はあはあはあ、だってさ、まあ、さ、何回も言っちゃうけどさ、はいはい、古橋くんだって、その、岐阜スタートで、ペルティックまで行ったわけで。はい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 、あ、そうですね。で、町野くんだって一応マリノススタートだけど、実質ね、J3 の北九州からこう出始めたって感じですから。そうだよね。で、考えたら分かんないよ。いるよ、全然。今、いる。あら、あなたが、ね。うん。未来のストライカーかもしれないってことですね。ありえますからね。これ5年後、10年後のストライカー、ビッグクラブでゴリゴリはしてるっていうのあるんですか？あるんじゃないですかね。俺言ってると思いますね。そうですか。ひげ生えた上田綺世がサウジアラビアに呼ばれてるんですか、その頃は。ね、栄光のキャリアをもうね、終えつつある。綺世まだいてくれよ。35歳の綺世がサウジアラビアで、ひげぼうぼうで。どうしそうなんだろうな。いや、なくはないかもしれないけど。ね、まあでもヨーロッパででもあれじゃないですか、やっぱメガクラブのフォワードを張っててほしいですね。そうですね。うん。日本から最初のメガクラブのフォワードは出るのかっていうことでしょ。そうだね、うんうん、だ現状だと福田くんがね、福田師王選手はもうね、メヘンクラトバッハのもうトレトップチームまで来ましたから、一番可能性は高そうなところにいるかと思いますけど、うんうんうん、やっぱもう欧州市場乗ってる組、後藤圭介くん、また直樹なんかは全然ありえますよね。そうね、頑張ってほしいね。でもさ、昔と違うのはやっぱりメガクラブ言うけどさ、やっぱ、うん、あの出てなきゃしょうがないわけでね。まあそうだね。メガクラブの3番手よりもその1部リーグのどこかのチームの1番手の方がいい選手がいる場合が多いじゃない？なんか全然そうだね。その辺の順番を分かってなかったよね。そうだね。あの進学校にいるから頭いいわけじゃないっていうことよね。間違いないね。ね、そういうことよね。そうだそうだわ。1位の人からこう上から振り分けられていくだけで均等に。うんうんうん、あの考え方で言うとね、スタメンね、そうだね、トップオブトップなメガクラブのど真ん中っていうのはね。いやでもやっぱ、でもそれでもまだマンチェスターシティのね、ハーランドを継ぐフォワードに後藤圭介みたいなところとか、頼みますよ、くれたら嬉しいよね。それはなんかやっぱり期待しちゃいますけどね。期待するわね。誰が入ってくるのか、もしくはハーランドもお父さんが選手なんでないね、うん、あ、そうだよね、しかもシティの選手だもんね、もともとね、
そういう特別な環境かななるわけでも、でもそうじゃないもんね、そうじゃない人もいるもんね。そうだね、まあでも十分特別か、今19歳で編んでる人にいるってね、うん、間違いない、相当なものですからねこれは、はい、期待しちゃうな、期待したいね、センターフォワードを生む国になりたいですね。そうだね、芸者藤山寿司センターフォワードね、藤山って呼ばれたいね、日本から出てくるあのセンターフォワードの、ね、そうだね、新しい藤山がいるそうだねみたいなね、いやー、いいな、どこから出てくるんだよね、うん、エスパルスかね、ベルディかいみたいなね、いやでもね、俺まだ俺まだね結構いるんじゃないかと思って、藤山を見に来たんだみたいな、空港でやったスカウトがじゃあ行き先はこっちじゃないじゃないですか、いやその藤山じゃないよ世界で藤山と言ったらダン、センターワードのことじゃろがいっつって俺さ、だけど俺まださ、呼ばれて言ったけどあんまり活躍しないやつのことを芸者と呼ぶけど、芸者に失礼だわ言って、ね、このスカウト失礼なやつだっつってね、あるわな、ね、俺はさ期待してる選手まだ他にもいますね、一見うまそうだけど中スカスカ、これをねあの天ぷらと呼んでるよ黙れ天ぷら屋さんにっつって、うまいんだ全部そうだな、あのね、はい、俺もう何人かちょっと喋っておきたい人がいて、はいはいはい、やっぱね今年はこの選手見てほしいってのが、はい、長崎のジョップセリンサリュー、はい、あーセリンサリューさん、はい、そうなのよ、もうこのジョップセリンサリュー、うんうん、あのね、もともとが、あのもともと大学生なんですけど、うん、名古屋産業大にいたんだけど、うん、あのまあ途中でだからまあ退部っていうか、うん、してもうあの今長崎にいるって感じなの。日本育ちなのジョップセリンさん。そうなのよ。おうで、あのすごいよまあさ、うん、まだ20歳ね、うん、195、いやーセンターフォワードでしょもちろん、そう、おうおう、であのバイシクルとかもやってきますからね、そう去年もなんかもう何ですか、待機感抜群、待機感、待機、あのなんか待機、万世の待機、そう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 、万世じゃないね、早熟の待機、もうやばいじゃんぐらいな感じの選手なんで、はい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 、藤山候補で一番、そう超藤山候補じゃないかなと思いますね、なんでも出そうよそれはもうみんなで、いやだから今年ちゃんとスタメン長崎で掴んでっていう風になると、うん、結構リアルじゃないかなと思ったりするんですよね。一部リーグというか、一気にいっちゃうんじゃないかな感がすごいあったりするので、これあのお父さん何人とかですか、お父さんどこだっけ、ナイジェリアとかそっちだったんじゃないか、どこだったの、まあ、日本人ですけど、それね、その父的にはっていうね、うん、そうだね、そうなのよ、195、でかいよね、選んでくれるんですか、いやいや日本でそういけるんですよ、ありがとうございます、そうか、あれこそ、うん、これはあるからね、期待しちゃう、あと思えば小兵の方々もね、うん、いるからね、忍者ね、忍者ね、木山と忍者のツートップでいいじゃないですか、常に、ね、いやそれはあるよな、そうですね、侍ブルーの中にね、藤山と忍者は常にいましょう、ね、そうだね、逆にタバさん、うん、それこそ超動くタイプで、うん、斉藤光輝一番前とかでも面白く、面白いっちゃ面白い。とね、彼こそ忍者よね。そういうタイプもありよね。何やつっつって、あーっつって、もう間違って捕まって壁に縛られてね、うん、顔見せって言われて、顔パッってやったら、うん、お前めちゃめちゃ可愛い顔してんなって言われる忍者。目パチパチじゃねえか、お前。言わぬ、言わぬっつって。なんか縦関係をさ、今ほら両ウィング右水戸左斉藤光輝でやってるけど、うん、縦関係で前斉藤光輝、うん、真ん中トップ下に水戸俊介でも面白そうな気がしますけどね、うんうんうん、斉藤光輝がセンターバック釣り出して真ん中空いたところに水戸がもうパンチドン、ああなるほど、うん、いいですね、でもちょっと見たい、もう開幕しちゃってます、開幕、あ、まあ、オランダの中も開幕してるけどね、そう
でもそうやって若手、いい若手がいっぱいいますからね。そうですね。ほんと楽しみですね。目を細めちゃいますね。おあとで、まずラストもう一人。やっぱ J2、J3 からもやっぱ喋っておきたいっていうのがあるんで。そう。見どころをくださいよ。J リーグ始まりますから。はい。俺ね、もうずっとね、気にしてるフォワードがいて。ですかね。いわきのね、近藤義人選手。あの名古屋学院大から一応去年もうすでに内定は得てて、一応今年が一応大卒1年目のシーズンになるんですが、去年もちょこちょこ出てたよってなるんですけど、あのね、多分綾瀬以上のゴリゴリです。あ、そう。もうなんかブルドーザーです。ブルドーザーいた。なんかまあラリアットとかもちろんできないしやっちゃいけないけど、弁慶だ、弁慶、これ海外的に言うとね。うん、藤山忍者弁慶。そうだから、なんかね、両肩、右肩左肩で相手のセンターバックもそれだけでなぎ倒せるぐらいな感じのパワー。肩にほんまシオン乗ってんでしょ。ねえ、へけけっつってやっちゃえっつって、牛若こと本間シオンが肩にずっと乗ってるわけでしょ。そうなのよね。ああ、そう。それ楽しみだな。何だっけお名前は。近藤義人選手。近藤義人さん。あの慶応義塾の慶に、漢数字の1って書いて義人って。かっけえ。弁慶の慶じゃん。そうだ。かっけえ、もう。かっけえ。首にあのでっかい数珠つけて出てきてほしい。でっかいでしょ。でっかい。で182だったかな。ああ、もっとでかくて、もっとでかくぐらいの気持ちでね。いや、そうだね。だからまたこのチーム、いわきはね、本当だからもうゴリゴリに育っていくじゃないですか。そうだね、そうだ。有田君もそうだったけど、有田亮選手ね。ウエイトに次ぐウエイトですから。そうよね。はい。こう今だからこう、でかくなってってなって、ほら、栃木にもいた、有馬幸太郎君とか、はい。あと、あれだ、報徳学園から高卒、今年2年目になりますよ、坂本伊織君とか、あと、千葉からブワニカ啓太選手もね、いわき入ったってところがあって。そうか。今言った皆さん平均身長185ですから。そうか、そこでいわきザップもやるわけですからね。ガーンってこうやってほしいですね。ザップにすると湘南感が出ますから、あんまりね。ああ、そうで、ちょっとでかくてもゴリゴリ走れる皆さん揃ってってほしいなと思いますね。楽しみっすね。なんかフォワードだけのカレンダー作ってほしいわ。いや、見てー、見てね、アナウンサー事務所のカレンダーみたいな毎年作ってほしいわ。ね、セントフォースみたいな感じで、ね、セントフォースみたいな作ってほしいわ。フォワードだけでものすごい、私が今ね、誇張したキャラみたいので写真でね、弁慶やら忍者やらね。そうだな、作ってほしいな。バロー昇栄感のある感じで ね、いいよね。ほんとなんかね、戦場で裸で背中血だらけで後ろ向いてるね、大学生とかね、祭りでふんどし一丁で太鼓叩いてる細谷真央とかね、ええ、見たいですね。ホストクラブの一番上でシャンパンタワーの上にいる小川幸喜も見たいしね、え、それ見たいですよね。なんでちょっと人形系になってくんだろうね、この話ね。キャラ立ちみたいですよね。ね、そうだな。セントフォースのカレンダーと、ね、抱き合わせで売ってくれないですかね、それね。そうか、ね、どうなってっかね、これ代理人の事務所の皆さん、今ビジネスチャンスがやってきてますよ。いや、これ権利まとめきれんって、ひりじりすぎてまとめきれんってね、はあ、ですね。チャンマーのセンターフォワードは中川エミリさんですけどね。気持ち悪い。我ながら気持ち悪かったな、今。いや、バレンタインの日にね。5年に使用しよう。ソーリーでも、死刑からちょっと軽くなってる。ソーリーカレンダーだけ壁に。ソーリーやってあげてください。優しい、ソーリー。かわいいな。臭い飯食って言いますんで、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、はい、皆さんの期待のフォワード誰ですかね、はい、望むもの、そして5年後10年後の理想像を教えていただきたいと思います、お願いします、ね、ありがとうございます。はい、ね、出てきた頃には新しい世界、新しいフォワードが待っている井上までございました。
どうもミルソトでした、はい、それじゃあねまたね頑張って待ってるねマーさん、それも取り上げられちゃうんですか、それも刈られちゃうの頭ブイー、あーちょっとそんなとこに何も隠してないです、痛い痛いシャワーの水圧が熱い、あーちゃんと返してよそれじゃあね